うーん湘南には勝てないですね。去年カップ戦合わせて3敗しててね今日もですからねその相性とかそういうのあるんですかね今日に限ってはこれ最初の失点が押しすぎでしたよ。 悔やまれまれれすねあれはなんかねあの時間のコーナーがね嫌な予感がプンプンしてたんですよ。案の定ねなんかフリーになっててそのままパッとねゴールを決められまして2点目の失点もねディフェンスの裏をこうなんかうまく突かれてスキーが出ましたね。いやーこれちょっと と順位見るのが怖いですね勝ち点差がついに9 9ですか3試合分は痛いな杉森のね振り向きざまのゴールで肉薄はしたんですけどね守られましたね、うん、今節で前半戦が終わって で来週からは後半戦ですかまあねポジティブにポジティブに考えるならあと21試合21試合もあるんですよ。これでね怪我人が復帰して夏の補強もねあるかもしれませんしまだまだ自動昇格の望みは捨てずにあと半分応援を。 していこうと思います皆様も一緒に望みをせず応援していきましょう